編成版タイガーファンディング夢に踏み出せ。ごめんなさい、親のせいなんですかこれは。あのご自身のせいなんですか。まあどっちのせいっていうつもりもないし両方の相性だと思うんですけど、責任はどっちにあると自分で捉えてるんですか。その愛着障害、自分が愛着障害になったのが親のせいか、自分の気質が原因なのか、それとも親とのか、親から自分への関わり方がやっぱ問題点があったのかっていうところですね。基本的には、本当に半々だと思っています、はあ、というのも本当に元をたどったらあの親のせいだと思うんですね、はあ、親が愛着障害を患っていたらほぼほぼの確率で子供にも愛着障害がその環境的に接し方として遺伝するっていう部分はあって、おそらく自分の母親とか父親も、愛着障害を患っているとまではいかないんですけど、その愛着として揺れがあることはおそらく間違いないので、その揺れが自分にも伝わって、で認知が少し歪んでしまったりだとかっていうのはあります。例えばその親の気分によって普段言ってること対応が変わったりとか、そうです、兄弟に対して同じことをやっても兄弟にはすごい優しい、別に何も起こらないのに自分にだけめちゃくちゃ怒られるみたいな、はい、自分にだけめちゃくちゃ怒られるとか、めちゃくちゃ怒られているように見えてしまうとか、そういう感じです。なるほど。なんかまあ僕らも塾で働いてると、武田塾教務高田文博、淡路島発武田塾の勉強法で絶望の E 判定から兄弟現役合格を実現。自らの体験を武器に武田塾チャンネルに出演し、下克上の極意を授ける。今宵逆転合格の先駆者が受験生合格へのルートを指し示す。なんかまあ僕らも塾で働いてると、保護者の方って本当いろんな方がいて、特に兄弟でどちらかがめちゃくちゃ優秀だった場合、そうじゃない片方の子ってやっぱり親御さんとの関係でかなりうまくいってないことが多くて、僕自身もこの問題は、まあ、日本というか、まあ、あの親子関係の中で問題だと思うので、ぜひ何かうまいこと解決には向かってほしいなと思いました。なんですけど、理系に進んで、で働い、なんて言うでしょう、ちょっと本質的にそれをやりたいのか、ちょっと取ってつけたような目標のようにも聞こえてしまう部分がところどころあって、まあ、働くなら例えばカウンセラーとしてとか精神科医として働いてお金も稼げるわけだし、本当にこれをやりたいってことでいいんですかね。細井先生から言われて逆にちょっとブレてしまってないかなっていうふうに思ったんですけど。本当にやりたいかと言われれば間違いなく本当にやりたいんですけど、本当に一番やりたいかと言われればそれがかなり難しくて、その興味のある分野があまりに広すぎて、その愛着障害はその中で自分が興味があって、なおかつ人のため、まあ公益になってっていう、その集合を取って真ん中のところっていう感じになるので、ブレていると言われればそうかもしれないです。使命感はあるけど興味が他にもあるじゃあ、ある同じ、正直同じぐらい興味がある分野はたくさんあるっていう感じです。それはここに書いてるやつですか、あの2枚目に、精神医学、情報、倫理、宗教、哲学、数学、物理の基礎を勉強するみたいな。いっぱい勉強するね。最後は哲学者ですもんね。確かに最初言ってた、最後は哲学者ですよ。ここに座る以上はどうなんだろう、まあこの目標に向かって頑張りたい、だからお金を出してほしいっていうのが筋なんじゃないかなとは思うんですけどね。だから現実味が欲しいというか、これ結局 AI なのか哲学者なのか精神科医なのか、ちょっとどれか分かってないんですけど、どれに一番なりたいんですか。まず、とりあえず院でお金を稼ぐための学部に入らないといけない。院では愛着障害だったり AI だったり医療に関しての研究を行って、それをもとにベンチャーだったり何かしら取り組みを始めて、働きかけて愛着障害に関する周知ができれば、自分は引退というか余暇としてなんか哲学の教育だったり、余暇として哲学学者になる。なるほど。じゃあまずこの話だと、まず AI が先なんですよね。そうです。AI で余暇で哲学者ってことは、ここに書いてあるその医学部みたいな話はなしでいいんですか。まあ、あの一応、医学部というか、その自治医科大学っていうところも受けようと思っていて、もしその理系の学部がどこにも受からなくて、そこにしか受からなかったら
まあ、医者になる道も考えているという感じです。まあ、でもそれはそんなに医者になるのは簡単なことではないし、しかも全然自治医はめちゃくちゃ難しいので、うん、はい、あの成績をもいただいてますけど、申し訳ないですけど、これで、今のこの成績で、しかもね、まあ、バイトという理由はあるかもしれないけれども、勉強できなかった日もありますぐらいの状態で、自治医受かるっていうのは、正直夢のまた夢ぐらいの話ですと。はいはい、うん、なので、まあ、個人的には、ここに今座っているわけですから、まあ、とにかくじゃあまず、こういう、学部に行って、まず一旦こういう就職をしたいっていう。で、まあそこでまあお金を稼ぐんだって話を僕は聞きたいし、まあ今回のプラン、その融資だとしても2030年からってことで、だいぶ先じゃないですか。7年後。で、普通に考えて今ね、そのアルバイトもできる状態だし、そのまあ精神的にもって大丈夫ってことであるから、まあ普通の大学生ができるような普通のアルバイトで、多分まあ6万円とか10万円ぐらい稼げると思うんですよ。だったら、例えばそれを、早めに、例えばその返済するぐらいの気概は持ってほしいし、だちょっとこう、全部のことを先送りにしてる気がするんですよね。とにかく大学どこに入ろうかもまだ決まってません。就職とかキャリアも考えてません。返済もだいぶ先です、みたいな。まあお金は別に先でも、まあ別に個人的にはいいですけど、ただなんかその、全部先送りにしちゃってるかなっていう印象が今あって、そこをちょっとここから巻き返してほしいなという感じです。返済に関しましては、自分ではこれが限界で現実的な数字だと思っていて、というのも大学生でそのバイトをした場合、登校代だったらそのほぼ 100% 大学生になった瞬間から返済、実家暮らしなので大学生になった瞬間から返済できると思うんですけど、登校代じゃなくて東北代だったり阪大だったりっていうところだった場合は、一人暮らしになって自分のバイト代で自分の生活費とかも全て賄わなければいけないので、ほぼ 100%返せるとしたら2030年からというふうに書きました。めちゃめちゃさっきやな。え、いけるくないですか、アルバイトで。そうなんです。いけると思いますよ。あの、別に大学そんな、まあだからいけないぐらい勉強していろいろ調べもんしたいんですなら、やっぱ実費でいかないといけないと思うし、さっきのその AI とか就職の前のもう本当に受験の話じゃないですかね。まず勉強しましょうってことになるんですけど、まあそうそう、だからまあ僕個人的には、まあ、先でもいいですけど、ただ例えば先になるならそれをちゃんと固めて持ってきてほしいというか、だから兄弟とか半大になったら一人暮らしなんでとかっていうのはあんまりね、だってじゃあそもそも兄弟に絶対行きたいんですだったら分かるんですけど、東工大って言ってるんであれば、じゃあまず東工大に行ける、ね、方法を考えて、それで、まあ、プランを用意していただくのがこの場だと思うんで、例えば兄弟に行ったら、例えば東北大に行ったら、半大に行ったらではないかなと個人的には思ってます。だし、例えばそのね、AI のことを勉強したいなら、例えば東工大が難しくても、例えば横一とかあるじゃないですか。ね、素晴らしい学部が。ある程度その、もう少し自分のプランを今この場でもいいので、まあ、決めた上で、その、まあ、僕らに、まあ、プレゼンというか、話をしていただければ嬉しいなと思いますね。親子関係改善して、親御さんにこの進学したいって話はされたんですか？はい、しました。ちなみに兄弟って上下どっちがいるんですか？上も下も、上に兄が1人、下に妹が2人います。おう。で、上のお兄ちゃんは大学には行ってない？はい、行っていません、ね、でもすぐ働いてってことだ。そうです。だから、まあ、あなたもその道を行くのが当然っていう感じなんですか？それともお願いしたら親御さん理解してくれる感じなんですか？大学に行きたいという気持ちは、できる限り尊重してくれています。なるほど。そのできる限り尊重というのは金銭的尊重はしてくれないんですか？まあ、金銭的にはできる範囲で、まあ、託郎の時とかは参考書代とか、文房具代を出してくれるっていう感じです。文房具代ね。なるほど。じゃあそれ以上はさすがに出せへんしっていう、大学に進学するお金も自分で何とかしてくれと。はい、そうです。なるほど。受験生の目標はどこにあるのか、思い描く未来に迫る中盤戦、虎たちの牙が鋭く光る。現状を打開できるか。結構望みすぎてると思うんですよ、ぶっちゃけ。大学受験コンサルティング、ポラリスアカデミア代表吉村信弘。受験生向けに学習戦略、課題解決を提案する受験コンサルティング。あまたの生徒たちを逆転合格へと導くこの男が目指すのは日本一の教育サービス。新しい未来を指し示すポラリスが受験生たちの後悔の道しるべとなる。結構望みすぎてると思うんですよ、ぶっちゃけ。今の現実を見た時に、もちろんリスクヘッジとかいると思うんですけど、自分が本当に行きたいのはこの大学で、そのためにどれぐらい勉強して、もしくは今どれぐらいしてるのか、
でその先入ってまあ大学の学部でこういうことを学んで就職しますぐらいまでコンパクトにして、やっぱここの番組に出てお金借りるっていう時点でやっぱ第2はこうで第3はこうでみたいな無理やと思うんですよ。我々もそこまでサポートできる金額の上限でもないし。自分は東工大の理学院第一志望に、まず、今共通テストが、今年600点だったんですけども、これを780点に上げることと、東工大の合格、東工大理学院の合格ということを目標に、これからお金がもらえたら予備校に通って、本当にまあ1日そのあんま体力がないんであれですけど、1日まあ10時間できれば12時間続けて勉強して成績を上げていきたいと思っています。大学に合格した後は学部で自然科学に関することを勉強して、哲学などに関してはゼミだったりサークルの方で勉強して、一応今の第一志望としてはセルンの LHC という素粒子に関する研究をしているところで働いてお金を稼ぎ返していきたいと思っています。なるほど、就職先も一応行きたいところはあるんですね。今回大石さんの、判定が E 判定だったということなんですけれども、もともと高田先生 E 判定だったところから、現役京大ありがとうございます詳しく京大に合格されるという、そうですね、はい、ですけど高田先生から見てどうのようにお考えでしょうか。はいはい、そうですね、まあ、こうもともとこの成績が今なんか何ヶ月か前からでも受験勉強スタートしてて、こう伸びてるんだったらもちろん伸び続ければ可能性はあるとは思うんですけど、例えば現状の受験勉強の話をちょっと聞いてみたいなっていうふうに。バイト言い訳にはできないんですけども、1日4時間ぐらい共通テスト英語物理科学で80点を取るために勉強しています。1日4時間、それは自分でどう思ってますか。圧倒的にその受験生時代と比べても普通に言っても圧倒的に足りないと思っています。なんで頑張れなかったんだろう。正直現役で落ちてしまった後にその緊張の糸が、まあ、一気に切れてしまったっていうのが原因だと思います。じゃあどうやったら頑張れますか。予備校などに通って、監督してもらえれば、また自習室などに通って授業なども行って、まあ、1日10時間以上は勉強できると思っています。 E 判定言うてももう遥か彼方 E やからね。もう E、F、GG か H 判定ぐらいじゃない？これも。ねえ、E 判定ってもうさ、下がないわけだからさ、偏差値が今50ないわけでしょ？ 50 ないやつが予備校行ったって無駄だろ。意味あんの？自分はまあ、家で、宅浪みたいな生活を、まあ、高校2年生と高校3年生でしてきて、で、まだ、まあ、人生で塾とか予備校っていうのを行ったことがないので、もし本当に全力を尽くして後悔しないために全ての手段をするんであれば、塾とか予備校に行くっていうのは外せないと思っています。それは間違ってるんだが、まず高2高3宅浪だったわけでしょ。ってことは高校行ってる人より有利なんだよね、普通に考えると。だって授業ってさ、まあ受け身やからどうしても時間がね、要は第三者に決められちゃうわけじゃない。高2高3の間は学校行ってないってことは自分でマネジメントできたはずなわけだ。だから本当は僕ら受験で強い人たちって学校行きたくないね、本当はね。けど行かないとね、受けらんないから行くしかないんだけど。で、いらん授業も受けなきゃいけないわけじゃん。だからむしろ有利な立場にいたのに、偏差値下がってるよね、これ。一応まあ、東大レベル模試と模試の内容で違うからちょっと一概には言えないけど、50あった時もあれば、最近だと50割ってるよね。これは、どうなんですかね。その、根本的に何か方向性を間違えてるとしか思えないんだけど。だからそれを塾に行けば治ると思ってるってこと？ここまで努力してもその成績が全然上がっていない現状を見ると、もしかしたら自分が気づいていない、まあ落とし穴というかミスがあるんじゃないかと思って、大手の予備校に行ったら、それを教えてもらえるというか強制してもらえるんじゃないかとは思っています。それはちゃうかな。だって50m 何秒で走ります？自分は8秒ぐらいで。8秒ぐらいですよね。まあ平均ぐらいじゃないですか。それ 7.5 秒にしたかったらどうします？誰かに習いに行きますか？とりあえずたくさん走ります。出す、走ろうていうかその走ってないんですよ、結局。簡単なこと言うと、要は毎日 50m、 じゃあもう30分走りゃいいじゃんっていう話で、それ絶対速くなる決まってますよね。それで9秒になったらもうやめた方がいいよね、絶対ね。
だからそれができてないし、そのメンタルに達してないんじゃないっていう、そのモチベーション的にね、行きたいって気持ちはあるけれども行動に移せてない状態なんじゃないかなっていう。だからそういう人が予備校に入っても、え、予備校行くのだろうみたいな、予備校でなんかね、周りみんな頭いい人ばっかりで嫌になってきたわとか言い出すんじゃないかなって普通の人は思わない？高校3年生の4月ぐらいから1日9時間ぐらいやっていたんですけど、高校2年生の時は本当にもう全然やっていなくて1日4時間とかで、圧倒的に演習量というか勉強量が足りていないというのは重々承知していて、でまあその上でもう1年卓郎で勉強量を積み重ねればいいんじゃないかって言われると、まあその正直なかなか難しいというか、また同じことの繰り返しになっちゃうんじゃないかっていう不安感があります。多分なんかね、予備校になれるのにまた時間かかったりするからね、また環境変わると、そこも難しいよね。塾に行くのはまあ僕はいいとは思うんですよ。行ったこともないから、まあ、やってみたいって気持ちもわからなくはないんですけど、さっきの話はその英語、共通テストレベルの英語とか物理とかですか、で8割を目指してるっておっしゃったじゃないですか。ってことは今取れてないってことですよね、はい、で多分行こうとしてるのが寸大の東工大コースじゃないですか、はい、でレベルがちょっと違いすぎるんですよ。共通テストの英語とかその物理とか数学とかより東工大の方が、まあ、めちゃくちゃ難しい、まあ、それは分かると思うんですけど、なので多分今その基礎ができてないので、ざっくり言ってしまうとね、基礎ができていないので、そこを固めずに普通にその東工大コースみたいな、まあ、かっこいいコースだと思うんですけど、そこに入ってもちょっと多分ついていけなかったりとか、根本的な基礎学力の醸成にはつながらないかなっていうのが個人的な考えで、まあ、塾に行くんだったらもっとその基礎からやってもらえるところとか、まあその管理して、さっきもなんか自分で管理って言ったけど、大手の予備校さんは別に管理はしてくれないんでね。うん、だ管理してもらえるところにするとか、そういう工夫は必要かなと個人的に思います。受験生が学習塾に求めるもの、対する虎たちの思い、すれ違いが生まれるタイガーファンディング。この場を動かす一手を打ち込めるか。後半戦、議論はさらなる白熱を見せる。まあだから2年かかってもしょうがないと思うんだけど、そうすると資金ショートしちゃうよね。どうするよ、来年も来るか、このタイガーファンディングに。受験生版タイガーファンディング志願者募集中。夢に踏み出したい、熱意のある方大募集。詳しくは概要欄から。